こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、春の大人のトップス全部紹介というテーマで、皆さんに動画をお届けしたいと思っています。撮影している今現在なんですが、4月の中旬なんですけども、めちゃくちゃ暑いんですね。気温もですね、本当に25度を超えるような日が続いていますので、そうなると、今僕このようなアウター、ジャケットを着ているわけなんですが、こういったものはいらないですね。まあ、先日アウター全部紹介するみたいな動画も上げましたが、そろそろアウターを羽織るよりも、トップス自体が主役になるような季節になってきたのかなというふうに思っています。皆さんもまだですね、春服に移行したばかりで、初夏に対応できるようなお洋服、まだ持ってないという方少なくないかなと思うんですね。そこで今回は僕の手持ちのアイテムですね。事務所にあるよく動画で皆さんにお伝えしているようなベーシックかつ程よくトレンド感のあるアイテムをですね、こちらにずらりと並べてみました。こちらをですね、この場でいろいろと着替えながらですね、皆さんにどんな春夏のトップスがあるのか、このあたりを徹底的にお伝えしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。以前もご紹介した通りですね、僕はこの場で着替えますので、一番下には皆さんもご存知、グンゼのシークですね。これがベースのレイヤーになっていますので、肌着一枚になるようなすごい瞬間を皆さんお楽しみいただけるかなと思いますので、ぜひ最後までですね、お楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説しますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的にトップスを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね、先ほどジャケットを着ていましたが、それを脱いだだけという手抜きで申し訳ないんですが、まずこちらですね、シャツですね。まあこのようなシャツというのは数あるトップスの中でも一番切れ目に見えるんですね。まあ襟がついてるシャツがより切れ目かなと思うんですが、僕が今着てるものは最近のトレンドアイテムの一つであるバンドカラーの襟ですね。まあ襟元がスッキリとするので、シャツという切れ目のアイテムなんだけども、適度にカジュアル感が漂うので、個人的にはこのようなバンドカラーシャツ好きでたくさん持ってるんですね。その中でも自分のブランドで作ったこちらのストライプシャツ、残念ながら今在庫が切れてるんですが、5月のですね初旬にはまた再入荷する予定なので、よかったら皆さんもチェックしていただきたいなと思ってるんですが、まあ柄をストライプにすることでこれまた退屈に見えないんですね。白シャツもいいんですけども、どうしてもですねビジネスライクな雰囲気が漂うので、個人的にはこういったストライプ柄だとか、ちょっと色が綺麗なものだとか、そういったものが大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんこういったストライプ柄のシャツトライしていただきたいなと思ってます。もちろん襟型はレギュラーカラーのものでもいいかなと思うので、そういったものをですねカジュアルに着ていただいて、もうちょっと季節が進んだら、このボタンをですね開けてもらって、ちょっとこう腕まくりですね、軽く腕まくりをしてもらうのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ最初から七分丈ぐらいになっているシャツもあったりするんですが、個人的にはあんまり好きじゃないんですね。ちょっと子供っぽく見えるので、まあ腕まくりをしながら、七分丈ぐらいにしてもらう。これぐらいの方が僕はバランスがいいんじゃないかなと思いますね。まあ春先はちょっとこう腕が露出するときに、まあ時計だとかちょっとしたまあバングルはね、僕は好きなんですよ。なんかファッションが好きな人はこういったアクセサリーって多用するんですけども、一般的には女性目線だとあまりこういったアクセサリーってしない方が印象がいいので、そこは皆さんの趣味趣向によって分けていただければなと思うんですが、まあせめて時計ぐらいはアクセント代わりになるので、手元を出して腕をまくってきてあげるのもいいんじゃないかなと思うので、ぜひこういったシャツスタイル楽しんでいただきたいと思っています。はい、それではここからですね、どんどん着替えていきましょう。大胆にですね、この場で着替えるというスタイルをですね、やっていきたいなと思いますね。はい、出ました。今回もこちら、ベースとなるのは、グンゼを代表するシークですね。これのね、こちら、ボートネック型のやつですね。これを愛用してまして、僕はこれ3枚を持っていまして、それを、ローテーションで回しているんですね。まあ、これがね、春先にはマストなので、ぜひ皆さん、これ PR じゃないですよ。グンゼさんの PR じゃないです。ご依頼をですね、いただいたこともあるんですが、僕はあえてお断りをしまして、動画の中で本当に自然体にお伝えしたいので、このシーク皆さんおすすめなので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思ってます。はい、続いてね、シャツの流れで行きましょうか。先ほどは、ブルーのストライプシャツでしたが、今度はですね、ブルーの無地ですね。
これね、僕動画で先日出しまして、クラフトスタンダードプティックというブランドですね。これも案件じゃなくて僕が一方的に購入してご紹介したブランドなんですが、結構ね、このブランドについて皆さん知ってる方もちらほらいらっしゃいましたし、かなりね、動画も見ていただいたんですよね。ボックスシルエットで、すごくね、これ、サイズ感も今っぽくていいですし、あとはタイプライターの生地で、ブルー系のちょっと張り感のある素材で、すごくこれ良かったんですよ。まさにこういった春ですね、着ていただくには最高の一枚なので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。で、タイトなシャツっていうのも悪くないんですよ。特に40代、50代の男性であれば、ちょっとゆとりのあるものっていうのも悪くはないんですが、まあタイトなシルエット、イタリアっぽいシャツなんかもいいかなと思うんですが、個人的には30代後半というところで、まだこういったちょっとゆったりめのものも着たいなというところで、こういったシルエットを選んでいますが、まあタイトなものよりも風が通り抜けるので、そんなに暑苦しくないというところもあるかなと思うので、まあこういったシャツも一つの選択肢としてはありなんじゃないかなと思いますね。このクラフトスタンダードブティックにもストライプ系もあったと思うので、まあそちらも検討しながらですね、ぜひ選んでいただきたいんですが、爽やかなブルー系いいですね。これまたストライプの遊びのある感じもいいですが、ブルーの爽やかさも非常にですね、女性からの評判もいいので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思っております。はい。じゃあ続いて何行こうかなという形で、全くですね、僕は動画撮る前に、台本とかを作らないんですよ。そのまま行っちゃって、まあこれご紹介したらいいかなっていう感じでザザッと並べただけなんですね。ちょっとね、番外編的な感じで見ていきましょうか。先ほど白のシャツについてお話ししましたが、白一枚だとどんな感じになるのかっていうところをせっかくなんでお見せしてみたいと思います。こちらはですね、ユニクロのホワイトのですね、バンドカラーシャツなんですね。これちょっとサイズングもゆったりとした感じで S なんですけども、ゆとりがありますよね。こんな感じになります。白シャツどうでしょうか？僕はね、これはこれでベーシックでいいとは思うんですね。特に普通のレギュラーカラーで生地感がもうちょっと上品なブロード地とかではないので、そんなにですね、堅苦しくはならないんですが、ちょっとね、今日も黒パン履いてますが、地味かなと思うんですよね。シンプルになりすぎてしまうので、こういった白のバンドカラーシャツって僕はどんな風に使うかっていうと、レイヤーの一部として使うことが多いんですね。例えばこの上に丸首のニットを着るみたいなスタイルですね。こういったライトグレーの丸首のニットを上に重ねてあげると、襟元からこのバンド部分が見えたりだとか、あと裾がですね、ニットよりも長いので、ここからちょっとチライと見えたりだとか、そんな形で使っていただくのがいいので、一枚で着るというのはちょっと頼りないかなと思うので、そのあたりはぜひ皆さんも頭の片隅に置きながら、こういった白のバンドカラーシャツとか、まあレギュラーカラーシャツもそうなんですけども、やや難しい。やっぱりそういったものがバチッと似合うのは、イケメン高身長みたいな方だと、白のシャツにブルーデニムみたいな超素っ気ないスタイルが似合ったりするんですよ。それは顔面偏差値とスタイルが良かったりとか、あとは雰囲気がある方も結構似合ったりするんですね。雰囲気のある俳優さん、例えば反町隆史さんとか、そういった方が白のボタンダウンシャツに深めのブルーデニムを履くだけでもすごく様になるかなと思うんですが、なかなか僕も含めて一般的な男性だと白シャツのみで素敵に見せるのは難しいかなと思うので、そのあたりがちょっと皆さんにお伝えができればなと思っております。というところですかね。まあ、シャツ今3枚お伝えしましたが、続いてお見せしたいのが、パーカーですね。パーカーね、ちょっとね、生地が厚いものだと、まあ、今時期着るのめんどくさいなと思ってしまいますが、まあ、春に合うような、ちょっと薄めの、こういったパーカーですね。このあたりを着てみましょうか。今年はね、あんまりパーカーを僕動画の中でお伝えしてなかったんですが、これも鉄板で使いやすいですね。薄手のもので髪型がちょっと乱れましたが、こんな感じでどうでしょうか。薄手のこれグリーンレベルのアウトレットで買ったやつなんですよね。なのですごく安かったんですが、爽やかなパーカーみたいなものも、春の着こなしとしてはすごく使いやすいかなと思いますね。まあ、特に30代の方とか、まあ、40代前半ぐらいの方まではパーカーが持つカジュアルさっていうのが、まあ、合うことが多いんですね。一方ですごく真面目な雰囲気の方とか、あとは40代中頃後半ぐらいの方がパーカー着ると、やっぱりちょっと無理してる感じというか、カジュアルすぎて雰囲気と合わないので、
そのあたりは注意は必要かなと思うんですが、僕ら世代であれば、まだこういったパーカーですね。ちょっとこういったスラックス調のアイテムと合わせれば、綺麗めとカジュアルのバランスも取れるかなと思うので、一つありなんじゃないかなと思いますね。で、サイズ感は少しゆとりがあってもいいと思いますね。ピタッとしたようなパーカーよりは、少しゆるりとした身幅にゆとりがあったりだとか、腕周りもゆとりがあるという形ですね。で、柄とかは基本的にはなし、ロゴとかもない方が良くて、色に関しては、今僕はホワイトを着てますが、ホワイト、オフホワイトみたいな、はっきりとした明るい色も結構春らしくていいかなと思いますし、あとね、もう一色ありまして、これもよく動画の中で出してるんですけども、こういったグレー系ですね。こういったグレーとかネイビー系のパーカーもすごくいいんですが、ちょっと季節的にはやや重たい感じもするので、まあせっかくなんでちょっと着てみたいと思います。こういったね、パーカーもなかなかいいですよね。最近はね、ちょっと着てなかったんですが、改めて着てみると良かったなという感じはしますね。パーカー、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っております。はい。じゃあちょっとグレーのパーカーも着てみましょうか。はい。これもね、もう何年着たかな?もう3年半ぐらい着たような気がしますね。まあよくできていて個人的にも気に入ってます。エストネーションというセレクトショップで購入した、グレーのパーカーなんですが、やはりね、パーカーも安いものか高いものまでたくさんあるんですが、個人的にはこういったカジュアルなものこそある程度投資した方がいいなと思うんですね。しかもトップス、春夏のトップスってもう1枚で主役になるんですよね。特に秋冬とかだとアウターとかジャケットみたいなものが一番外側に来るので、ここには投資をした方が見栄えがいいんですけど、春はトップス、こういったものが結構主役級になるので、その中でもパーカーのようなカジュアルなものは少し頑張って投資をした方が僕は様になりやすいかなと思います。まあユニクロだとかグローバルワークとかにもあって、まあ初級編としてはいいんですけども、ちょっとね、1枚で様になるようなものであれば、セレクトショップのオリジナルとかがいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思いますね。はい。こんな感じで、ダークグレーのですね、パーカーを着ました。これはこれでやっぱ大人っぽくていいかなと思うんですね。ただ色合いとしてはちょっと重たいんですよ。今回はもう共通して全部黒のですね、ボトムスで合わせているので、ちょっとダークグレーとブラックで重たいなと思うので、そういう時は靴ですね、スニーカーをホワイト系のレザースニーカーにしてみるだとか、まあそういった形で調整してみるのもいいかなと思います。春夏だからといって、黒だとかダークグレーとかそういったものがダメかというと、そんなことはないんですよ。それはそれで僕はスタイルとして、個人的にはさっきのホワイトよりもこっちの方が安心感があるんですね。ただちょっと重たく感じるところがあるので、他の小物とかで少し明るさを出してあげるといいかなと思いますし、ちょっと腕をね、軽くまくってあげるだけでも、軽快な感じはするかなと思いますね。こんな具合で、うん。個人的にはこういった暗い色のパーカーの方が大人っぽくて安心感はあるかなと思うので、ぜひこのあたりも参考にしていただければなというふうに思います。ただね、室内、今パーカー着てても暑いですね。めちゃくちゃ暑いです。ちょっと前まですごく寒かったなと思ったんですが、季節の移り変わりの速さというか、結構極端ですよね。こんなにバキッとね、気温が変わっちゃうとね、なかなか着るものが難しかったりするんですが、そのあたりはですね、まあいろいろと考えながら行きたいなと思いますね。まあ続いて定番のニット行きましょうか。例えば、まあこういった白系のね、これワッフルロンティーですね。まあニットっぽく見えるんですが、ワッフルロンティーってことで、グローバルワークの定番ですね。これもね、もう何年か前に買って、非常に使い勝手が良くて、動画の中でもよく、皆さんにお伝えしていますが、ニットよりもなんか気軽にね、着れるんですよね。洗濯もしやすいし、あとはね、フィット感としては少しゆとりがあるんですね。これで S サイズだったと思います。僕は身長164センチ、53キロで、まあ適正のジャストサイズは S なんですけども、S 着ちゃうとちょっとピタッとしちゃったりだとか、今っぽくないので、あえてワンサイズ上げたりすることがユニクロでは多いんですが、グローバルワークのこちらは、通常のサイズでも少しゆとりを持たせてあるので、ちょいゆるサイズというところが、実践しやすいかなと思いますね。こういった、まあ、白系のニットとか、ロンティーなんかをですね、1枚で着るというスタイルも春夏には使えますね。ちょっとね、今日なんかは暑いので軽く腕まくりしてあげながらこんな感じで着てあげるとバランスがいいんじゃないかなと思いますね。さっきのパーカーっていうのは似合う似合わないが結構分かれるんですよ。やっぱりこう若々しい雰囲気の方とか、それなりにおしゃれを楽しんでる方じゃないと、ちょっとパーカーって似合いづらいんですね。一方でこのような、なんだろう、ニットとかロンティー系っていうのは、いろんな方に似合いやすいんですね。
中でもこういったちょっと肉厚ですね、中肉厚ぐらいのニットっていうのは割と似合いやすいです。薄いニットだと結構タイトなものだと体のラインが結構出てしまって、ぽっちゃり体型の方とか、あとはマッチョ体型の方だとちょっとこうですね、女性から見るとちょっとあまり印象が良くなかったりするので、このような体のラインはあんまり拾わないような中肉厚のニットぐらいが使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。色は爽やかなホワイトだとか、あとは先ほどご紹介したこういったライトグレーですね。まあ根気的にはこういったライトグレーぐらいの方がいいんじゃないですかね。最近ね、真っ白のニットとかあんまり見なくなりましたね。ちょっとこう明るい色なんだけども、ずらしてライトグレーぐらい、少し色が混ざるぐらいのものが、まあ都会的でシャープでいいんじゃないかなと思うので、このあたりを着てみるといいかなと思います。こちらはグリーンレーベルの昨年のもの、こちらは今季のユニクロの 3D ニットですね。ちょっともうね、暑く感じるかもしれませんが、腕を託し上げながら着てもらえればまだ活躍するかなと思うので、ぜひこういったグレー系もチェックしていただきたいなと思います。まあ、せっかくなんで着てみましょうか。なんか白とグレー系の違いっていうのも皆さんに見ていただくといいかなと思いますので、ちょっと脱ぎ方が変なんですが、豪快に脱ぐと、僕のですね、肌が露出しそうなので、ちょっと慎重に脱ぎ着していますが、そのあたりは皆さんお察しいただければなと思います。じゃあ今回はどうしようかな、グリーンレベルのもの着ましょうか。はい、まあこのね、襟の開き具合っていうのも結構重要で、かなり開いてしまうものに関しては内側に白の丸首 T シャツとかを着た方が僕はいいと思いますね。まあ、僕今こういったボートネックのしっかりと開いてるものを着てるので、そんなに違和感はないかなとは思うんですが、この見え方っていうのは T シャツだとかニットによって全然違うんですね。確かこちらのユニクロの 3D ニットの方がしっかりと襟元開いてるんですよ。なんでちょっとね、肌の露出、首の部分の露出が大きくなるので、こっちの方は白 T とか中入れた方がいいんじゃないかなと思いますが、まあ、このグリーンレベルのものはそんなにここの肌の露出大きすぎないのでバランスいいかなと思いますね。はい、ライトグレーいかがでしょうか。個人的にはやっぱり今季はこういったライトグレー系の方がいいかなと思いますね。結構動画の中でもご紹介してるので、いろんなショップからおすすめのものをよく概要欄に載せてるんですが、軒並みもう売り切れになってしまってるので、なかなか見つけづらいかなと思うんですが、こういったライトグレーのニット1枚でもいいと思いますね。ちょっとスウェットライクな感じがこれは気に入っていまして、よく着ていますという感じでしょうか。はい、ということでシャツとニット系を行きましたね。あとパーカー行きましたね。続いてはですね、何行きましょうかね。はい、じゃあね、 T シャツ行きましょうか。まあもう本当ね、個人的には T シャツ1枚でいいなという感じですね。もうね、本当暑いので、そうなるとこのね、もう名作です、ユニクロ U のエアリズム T シャツ、オーバーサイズですね。これがね、もう最高ですね。あ、もう今これぐらいがいいなと思っちゃいましたね。着た状態で。なんか一枚、T シャツ一枚で着るときには、ちょっと様になるかどうかって結構絶妙で、タイトな白 T シャツとかにデニムみたいなスタイルっていうのは、それこそ僕ら世代だと、吉田栄作さんを彷彿とさせるようなスタイルで、なかなかね、イケメンスタイルよし、雰囲気ありの人しか似合わないんですよ。ですので T シャツ一枚を素敵に見せるためには、少し工夫が必要なんですね。まあそのためには、こういったユニクロのオーバーサイズのエアリズム T シャツですね。まあサイズ感も最初からゆったりめですね。僕は M サイズを1個サイズ上げてきてるんですけども、これは適正サイズでも構いません。トレンド感を強く出したい場合はワンサイズアップさせてあげるのがいいかなと思うんですが、まずサイズ感をちょっと上げてあげると、あと裾がちょっと長くなることで、今っぽい T シャツになるかなと思います。あとは色合いですね。ここに関してはもちろん白だとかブラックだとかネイビーもいいんですけども、結構ドシンプルになってしまうので、こういったパープルだとか、ダークグリーンだとかブルー系だとか、そういったちょっと違ったものを選んであげるとバランスがいいんじゃないかなと思いますね。今僕が着てるのはパープルですね。これは個人的に今季新色でなかなか素敵だなと思うので、これからの季節は主役にしたいなと思ってるんですね。ただですね、あと他にもユニクロ U の T シャツありまして、そこにクローゼットがあるんですが、取り忘れたので、ちょっと、こちらから持っていきたいと思います。このあたりのね、準備力のなさが僕のね、欠点でもあるんですが、はい、こんな感じで、色違いで、これはオリーブだったかな？これ去年買ったんです。オリーブなかなかいい色ですよね。これまた一色で、これまたですね、一枚で着てもなんか差し色的になりますし、
このね、ネイビーもちょっとこう深めのネイビーではなくて、色味がね、明るめのブルーっぽいネイビーなので、これもすごく良かったんですよ。この3枚があれば結構なんか T シャツとしては、カラーバリエーションすごくいいかなと思いますね。値段も結構お手頃なので、何枚か買ってもらって、着こなしのベースにするといいかなと思いますね。はい。こんな T シャツがあって、もう一つやってもらいたいのは、これだけだとちょっとまだ肌寒いかな、朝晩が肌寒いかなっていう時には、先日ご紹介させていただいたこちらですね。まあトップスといえばトップスですかね。こういったカーディガン、一応羽織物感覚で着てもらいたいなと思うんですが、T シャツの上にさらりと着てもらえば、スタイリングが完成しますよっていうところですね。はい。こういった差し色的なニットの上にこのようなカーディガンを着るというスタイルです。で、腕をちょっと隠し上げてという感じで一つ着こなしが完成しました。はい。こんな感じもいいですね。このグローバルワークのね、抗菌のニット、カーディガンはですね、サイズ感も少し肩が落ちていたりとか、ゆったりめで今っぽさが出つつも、決してこう、やりすぎてない、オーバーすぎないってところが使いやすいので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思いますね。この春なんかには、T シャツかけるカーディガンみたいなスタイルはかなり使いやすいです。王道的なスタイリングなので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思います。はい。じゃあ T シャツ脱ぎましょうか。はい、もう着替えまくってるのでね、すごく、暑くなってきましたね。運動してるような感じです。こういった試着っていうのもね、僕はスポーツに近いぐらい結構体力使うっていうのはね、よく実感してるので、結構体力、結構疲れてきましたが、続いては、プリント T シャツですね。これまたなんか夏だったらちょっとね、思い切ってこういったものを使ってみるのもありでしょうと。ただなかなか素敵なプリント T シャツが見つかりづらいという長年のですね、僕の不満があったので、自分で作ってしまったのが、この、オリジナルの層の T シャツですね。これね、サイズはちょっと S なので、少しタイトめ。まあタイトってわけではないですが、コンパクトなんですね。ジャケットとか上にアウター羽織るんだったら、T シャツのサイズってそんなに大きくしすぎない方がいいかなと思います。これ S サイズなんですけども、この上にジャケットとか着るんだったらこれぐらいでいいと思うんですが、1枚で T シャツを主役にするんだったら、ワンサイズ上げた方がいいかなと思いますね。僕は同じもの、M サイズも今注文していて、明日ぐらいには届く予定なんですが、1枚で着るならもうちょっとゆとりがあってもいいかなというふうに思ってますね。まあ、白ベースでちょっとしたこうプリントがあるのものだったら、意外とですね、着回ししやすかったりだとか、1枚で着てもそんなに派手すぎないので、大人の男性には似合う T シャツかなと思うので、よかったら下のサイトからチェックしていただければなというふうに思ってます。はい。続いてですね、じゃあこの上に重ね着してみましょうか。そろそろ半袖のシャツなんかもあっていいんじゃないかなと思いますね。これもね、最近こう、あまりに気温が上がってきてしまったので、引っ張り出してきたんですが、去年ですね、ビューティー&ユースで買ったオープンカラーシャツですね。オープンカラーじゃないな。半袖のシャツですね。はい。レギュラーカラーの襟になってまして、色はですね、オリーブかな。こういったものなんかも、下に白 T を着てもらって、黒いパンツでまとめてあげれば、結構使い勝手がいいですね。いや、久々に来ましたが、やっぱりいいですね。まあ、こういったレギュラーカラーのですね、半袖シャツすごくいいと思いますね。袖もちょっと長めで、たっぷりめなんですね。サイズ感もゆとりがあって、まあ、昔ながらのですね、半袖のシャツに比べると、シルエットとかそういったものは現代的になってるかなと思いますね。まあ、こういったものをオープンカラーシャツみたいなもので、ユニクロでも定番で置いてありますよね。オリーブ系とかネイビー系のオープンカラーシャツ。これもまたすごくいいので、そろそろね、5月ぐらいに入ったらこういった半袖シャツもいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね。個人的にはこれなかなかいいなと思ってますね。今年ガンガン着たいと思います。中にね、こういったプリント T シャツ着て少し見せてあげるのも悪くないかなと思うんで、まあ、こういったスタイリングだと30代後半とか40代前半くらいまでだったらギリギリいけるかなと思うんですね。30代前半の方は全く問題なくできるので、ぜひトライをしていただきたいなと思っております。そしてラスト最後1枚残ったのは、これはですね、半袖のニットというやつですね。これまたまさに今時期には最高に使いやすいかなと思ってまして、T シャツ1枚だとちょっと子供っぽいかなとか、大人の男性にはどうなのかなって思う方も少なくないと思うんですね。そんな時にはこういったニット地なんだけども半袖の T シャツのような形になっているもの。これがね、意外と使いやすいんですね。ちょっと上に重ねてみましょうか。シークみたいなものの上に1枚で着るのもいいですし、白 T の上に着るのもいいです。今回は白 T と重ねてみます。
はい、こんな感じで着てみるとですね、なんかね、こう、ニット T シャツということで、上品な感じが出るかなと思いますね。重ね着すると、襟元から、白いですね、T シャツの襟元が出るんですね。これが軽快な感じがします。これはですね、いつ買ったのかな ?2 年ぐらい前にユナイテッドアローズのオリジナルで買ったものなんですが、ダークグレーで色味もね、すごく良くて、個人的に結構気に入ってるんですね。まあ、ニット T シャツということで、こういった、袖の部分がリブでこう、キュッとつぼまっていたりとか、この部分ですね。このあたりもつぼまっているというところで、T シャツ1枚よりは断然こう、ニットの持つ上品さみたいなものが表現できるので、個人的にはね、このスタイル好きですね。なんかまあ T シャツ1枚じゃ物足りないなっていう方はニット T シャツすごくいいと思いますね。すごい薄いやつと中肉厚ぐらい。まあこれは中肉厚まではいかないんだけども、薄手と中肉厚の中間ぐらいですね。それぐらいの厚みがやっぱり体のライン拾わないんで、個人的には使い勝手がいいかなと思うんで、なかなかね、素敵なものが見つからないというところが難点なんですが、いくつかこの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしていただきたいなと思ってます。まあ、こういった形で、単体で着ることもできますし、この上にジャケットとか着て、セットアップの内側に着るのも結構使えるので、意外とですね、オンオフで使えるような便利なアイテムなので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が持っている春夏に活躍するようなトップスをですね、一通り着ながら皆さんに解説をさせていただきました。こちらにですね、すごいいっぱい服があったはずなんですが、こちらが空になりまして、ちょっとだけ見切れてますが、こちらに服の山ができているわけなんですが、ぜひ皆さんもですね、まあ、この中で気に入った数パターンを揃えるだけでも、結構着こなしの幅が広がるかなと思うんですね。まあ、皆さんがトライしたことがないような、例えばこういったニットの T シャツだとか、あとはなんだろうな、半袖のシャツなんかも結構取り入れると新鮮な気分になるかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながらですね、春夏の着こなしお楽しみいただければなというふうに思ってます。こちらのチャンネルではこんな形でメンズファッションの基本を皆さんになるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、こちらのチャンネルとは別に、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを運営していまして、初級者から中級者へとステップアップするための情報をどんどん出していますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければと思っています。以上、スタイリストの小山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。